3連休最終日の今日、石狩市の海水浴場は天候にも恵まれ、多くの人が海の日を満喫しています。石狩市の海水浴場です。波打ち際はもう橋が見えないくらい多くの人でにぎわっています。午前11時までの最高気温は 27.6 度と、海水浴日和となった石狩市の阿蘇ビーチ。朝から波打ち際で水遊びをしたり、砂浜でバーベキューを楽しむ家族連れが海の日を満喫していました。リフレッシュできていい3連休だったと思います。冷たくて気持ちよかったです。海でするバーベキューはどうかな。美味しい。美味しい。海では何で遊んだ。砂遊びとか。流れるプールでは多くの家族連れが楽しんでいます。いや、夏が来ましたね。おとといから今シーズンの営業が始まった札幌市手稲区の手稲プールも朝からこのにぎわい。今日の道内は広く晴れて真夏日になるところもありそう。札幌の最高気温は29度の予想で、夏らしいカラッとした暑さになりそうです。